どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、マイクラドラゴンクエストもっと続き遊んでいきたいと思います。というわけでね、左上、レベル99ネクスト EXP マックスというわけで、ついに、レベルカストしました。いや、マジで長かった。そしてお待たせいたしました。いや、本当にね、もうドラゴンボール並みに引き伸ばして引き伸ばして、もうこのランク6をね、擦りまくったからね、もう出ましょう、このランク6から。いや、本当に辛かった。というわけでね、まあ経験値も約1130万稼ぎましたと。本当に長かった。まあこんな感じでランク6にスラリンガロ立ったりしてね、それでハグレメタルキング狙ったんだけど、結局出ず、まあもうランク4でちまちまと稼いでいましたと。ではね、ようやっとあそこにある石像を使って、で交換しましょうか。到着。一応ここでやっといて、まあ、問題はこいつを召喚させるための魂足りんのかっていう話だよね。一応いっぱいあるけどもっていう。まあおそらくこいつはエスタークだろうと思うんだけどね。まあじゃあ召喚していきましょうか。まずは小さな魂から。はい、何か反応があったというわけでガンガン与えていきましょう。よし、今にも動き出しそうな石像だと。うわー、もうお邪魔をするんじゃないよ、せっかくなんだぞ。でもこれであれだよな、消えたりしたら超めんどくさいよな。よし、一応今にも動き出しそうなのだな。もう一回小さな魂与えてみようか。あ、まだ行くんだ。お、来た。だいたい小さな魂100個ぐらいか。いや、これ足りるかな。普通の魂53個あるけど、足りてほしいな。一応回復しといて、じゃあ与えていきましょう。はい。お、あー、小さな魂54だったから、だいたい42個ぐらい。結構使ったな。さあ、やりましょうか。うごご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 。誰だ、我が眠りの妨げる者は、我が名はエストーク。今はそれしか思い出せる。これは有名なドラクエ4だったからな。いつだったか忘れたけど。その時のセリフだね。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからんのだ。この私、何をだ、私を滅ぼすためにやってきたのか、ならば仕方ないな。私は滅ぼされるわけにはいかぬ。おい、来たー、エスターク。さあ、エスタークの強さはどんなもんですかい？おー、なんか随分のっぺりとしてるね。あ、足速いね。あれでもこいつも、こいつもあれかい？近接タイプかい？おいおいおい、魔王っていうのは近接ばっかかい？おっと、危ねえ。あっぶねえ。普通にちょっと移動ミスやられるところだった。ちょっとね、何気にね、こいつをね、倒すの失敗したらね、もう一回魂集め直しとかね、思ってしまうからね、若干緊張しているよ。行って、足は速いんだよね。ただまあ、あれやな、言っちゃ悪いけど、ローマの方が強いわ。あいつめっちゃ強かったな、本当に。っていうか、やっぱ遠距離持ってるってだけで強いんだよな。結構辛いね。あいつに食らったらどのくらいダメージ食らうかわからんからな。下手したら一発で俺の体力全部持ってかれる可能性でかいからね。もう慎重にやるよ。ビビリと言われても、あっぶねー、後ろにもいたね。ヒンと言われても何でもいい。世の中は安定なんだ。慎重が大事なんだ。俺は冒険者だけど冒険はしない。よいしょ。ヒット&アウェイ。魔法使いは近接なんかしちゃダメよ。いや、でも強いね。さすが魔王。お、あっぶねー、いって。800か。まあ、一撃じゃ死なんね。それが分かっただけでも十分。てか、本当に強い。あいつ体力何本あるんだ、マジで。結構食らわしてるぞ、俺。押した、押した！回収して。オッケー、オッケー、エスタークを倒せ、クリア。というわけで、黒のディベーションゲート、ランク7への道が、ついにゲットできました。あー、長かった。心の底から思う。本当に長かった。ようやっとこの地獄からも脱出できるわ。まあ次に行くのはさらに難しい地獄なんですけどね。では、ちょっとゲート通り過ぎたね。このランク6から出ましょうか。アディオス。さあ、現世帰ってきた。というわけで一回寝るかね。さてと、ゲート立てましょうか。裏でね、ゲートブロックは12個集めているので、まあ足りるでしょうと。ここら辺立てるかじゃあ。よし、これでゲートは完成と。下の方はね、見栄え悪かったんで隠しました。では、すげえエンダーの音するな。では、この黒のゲートの左、ランク7を使って、
オープン。おいえい、ランク7の世界へ。まあ、問題はまだもう一個ある。果たして、マッチポイント足りるのかというね。まあ、おそらく1万あればいけると思うんだけどね。では行ってみましょうか。ランク7最後の世界へ。はい。マッチポイント3万ですか。やはり足りんかったが、ちなみに今何本あるの ?12,418 か。じゃあまあ、上の方にいっぱい建築物建てるか。おし、32,000。行きました。ただ今読み込みがめっちゃ遅いから、おそらくフリーズする可能性が大。さあ、これで3万ポイントの報酬。マジックツール指定ブロック破壊をゲットと。まあ、よしでしょう、これで。で、大きな袋の3ページもゲット。さて、ではなぜかね、読み込みが遅くて下のブロック消えちゃったんで、もう一回付け直し。では、3万ポイント貯まったから、おそらくいけるでしょう。いざ、レッツゴー。いけるよな、多分いけるよな。行ってくれよ。よし、来た。はい。これで読み込みが終わったら、オッケー、来たー。おー、ここはなんかね、信頼の大事だけど、ちょっと待ってね。これの実績で、ランク7の世界はあった。もう、信頼のゲートブロックっていう名前らしいから、これがね、信頼の世界らしい。まあ、つまり、神のイカズチの世界だね。確かにイカズチは多い。これが、ランク7。いやーなんか感慨深いね。ここまで来るのにほんと長かったからね。では、とりあえず、安全地帯の拠点をここに立てておこう。OK。で、一旦寝て、ちょっとだけ探検してみようか。だって、とりあえず、モンスター的には、キラーマシンとか、トロルボンバーとか、俺が、罠を踏んじゃったかった敵が多いね。あ、でも、強っ。メラガイアーで、80か。めちゃんこ強いやん。お、ちょっと待って。あっぶねえ、これ。うわいしゃん。23万失ったって、今までのね、俺だって言うと思うんだけど、レベルマックスになったおかげでね、もうこれ以上死んでもね、経験値減らねえんだよね。なんという安心感。だから敵が強えわ、マジで。なんだこの火力。魔法使いこんな弱いの。いって、タウン、タウン、タウン、タタウン。すげえ失う。えげつないぐらい失う。これが今までの俺だったらね、発狂しますよ。で、ちなみになんかね、ここの地面はね、マグマと一緒みたい。ダメージ食らうんだよね。あれ?食らわね。さっき食らったんだけどな。あ、食らわないんだ。ごめん。嘘ついたわ。俺さっきここのさ、地面というか水に入ってダメージ食らったから食らうのかなと思ったけど。あ、いや、食らうわ。後から食らったわ。何でしょ?一刻堂欲しい。めっちゃ危ないマグマやな。まあ、これがランク7の世界ですよと。よいしょ。まあ別にね、ランク7入ったからすぐ終わりっていうわけじゃないんでね。まあ、次回以降からはランク7探索してみたいと思います。やっべ、落ちた。このままじゃ死ぬ。やべ、死んじゃう。どうしよう。死んじゃうけど逃げる術がない。もうマグマまで入っちゃった。もう無理だわ。うわ。沈黙殺だ。後出し沈黙殺だ。で、まあ、さっきのちょっと宝箱の金のね、宝箱の中身だけ知りたいから、そこだけ見ようか。はい、オープン。まあ、黒はね、普通だわな。おー、竜騎士兜ね。で、金。あー、はやぶさの剣、貝。普通だと思ったら貝だった。モンスターファームね。なるほど。はい、というわけでね。さっきも言ったけど、今回はこの辺で終わります。次回はね、ランク7を楽しんで、まあ、俺がね、満足するまで行ったら、このね、マイクラドラゴンクエストモッドは終わりにしたいと思います。死ぬの早いな。ダメージ量えげつないね。はい、というわけでね、また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。